日南海岸に面した串間市戸井岬。高さ30メートルの柱に向かって松明を投げて五穀豊穣を願う戸井岬火祭りが開催されました。戸井岬火祭りは今年で50回目。皆さん内のこう準備とかいうのも知ってますし、でもう思いというのも大体もう決まってるもんですから、だからもうあとはもう若い衆がこうあこう後を引っ張っていってもらって長く続くようには考えてますけど、自分が1等目、自分が最初、最初、一番最初、一等賞。年内に解体される旧戸井岬観光ホテル前の広場ではゲストライブや太鼓演奏などで会場を盛り上げます。柱松保存会のメンバー瀬子たちは法被に身をまとい、黒松の芯でできた松明などの準備に取り掛かります。松明の明かりが点火。約400年以上前から伝わる豊作を祈願する戸井臼太鼓踊りを戸井岬文化財愛護少年少女団らが披露。太鼓と鈴の音色、松明の明かりによって神秘的な空間に包まれました。そして夜8時、神事が行われた後、手に持った松明を勢いよく回しながら、柱の先端部分に大蛇の口に見立てた藁をめがけて次々と投げ上げました。その昔、戸井岬の村人を苦しめた大蛇の口の中に永徳坊というお坊さんが火攻めで退治したという伝説を再現しています。タンとこを取って永徳坊、この温度はとうとう仕留めた永徳坊という意味です。この50年間でクライマックスを迎えるまで数時間に及ぶ時があったとか。皆さん今日はちょっと風があります。今年はどれぐらいの時間がかかるんでしょうか。お気をつけください。海風の影響で時には観客席に火の粉が入りそうになることも。温度も疲れてきたその時です。開始から25分ほど経ったところで松明の火の粉がカゴにかかりました。大蛇の死に際を表した花火が吹き上がり、祭りは最高潮に。柱松が倒れて多くのギャラリーたちは大きな歓声を上げていました。もうちっちゃい時からのずっと夢だったので夢が一つ叶ってすごい嬉しいです。やっぱ若い人がその、中心となってやっていくことがやっぱ祭りにも必要かなと思います。宮崎県内での火祭りは戸井岬火祭りと9月にある一木柱松火祭りだけだそうです。